ちょっとお顔振っていただいて、目だけで食べる。全身座創立85周年記念公演、東海道四谷怪談のスチール撮影現場。メイクしているのは只村真也くん。四谷怪談ではお袖を演じます。お袖は主人公お岩様の妹ですが、実はお岩様以上に数奇な運命をたどるもう一人の悲劇のヒロインなのです。お稽古は、順調に進んでおります。私はお袖という女型の役を演じております。この役は、6代目先代の嵐吉三郎さんがずっと演じてきた役で、大変難しい難役だとお稽古をしながら常々実感しております。枕かわして面目ない。やはり自分の感情をたくさん表現していかなければならない。でも出すぎてはならないという女形ですから大変、難しいんですけれども、矢之助さん、国太郎さんからたくさんご意見をいただきながら、今回の全身の四谷怪談、そして私の新しいお袖になればいいかなと思って、今お稽古必死で頑張っております。断ち切れない思いを胸に秘め懸命に生きるお袖、只村真也くんの活躍にご注目ください。OK です。ありがとうございます。全身座の総力を結集して挑む85周年記念公演、東海道四谷怪談。皆様のお越しをお待ちしております。